演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの和栗のパフェ、栗の和栗パフェを食べたいと思います。あ、和風パフェか。何度も間違えて間違えていきたい。では、いただきます。しまった、見せるの忘れた。ま、表面で見えたマロンあんだけでなく、栗の中にも栗の風味が入っていました。そして下の方に行くと寒天も入っていましたので、パフェというよりはあんみつの要素も入っているのかもしれません。栗がたっぷり感じられてとっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。